ケセン沼漁港は太平洋に面した日本の漁港の一つ。宮城県ケセン沼市のケセン沼湾オーブに所在する特定第三種漁港である。世界三、大漁場の一つである、三陸沖を創業域とする漁船の主要な水揚げ港の一つであると同時に、日本の沿用漁業の基地の一つとなっている。 昭和初期の頃の気仙沼漁港震災前の気仙沼市中心部と気仙沼漁港周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。1977年撮影の14枚を合成。震災前の気仙沼港の様子東日本大震災後の気仙沼漁港。焼け焦げた漁船が岸壁に座礁している。 気仙沼港気仙沼港内湾の夜景2007年と2008年は水揚げ高で東北地方内第1位であった2008年の水揚げ高はおよそ280億円2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下及び津波によって大きな被害を受けた沖合漁業の活漁船の受け入れを水産業復興の 第一歩とするべく、シーズンが始まる6月下旬までに、東港の総延長 1km の水揚げ岸壁の、うち 200m に、応急的な傘揚げを施行。同年6月23日に、気仙沼市魚市場を再開し、同月28日に、静岡県のカツオ巻網漁船が入港して、震災後初水揚げにこぎつけた。ただし、津波被害を受けた。 バックヤード施設の復旧は間に合わず、生鮮出荷限定の再開であった。その後、沿岸漁業、沿用漁業などにも取り扱いを拡大。漁港、商工及び水産化構築のかさ上げも本格着工し、バックヤード施設の本格復旧も始まっている。カツオ、及びサメ類をはじめとして、サンマ、カジキ類などで日本有数の水揚げを誇る。 2004年度の陸揚げ両全国順位は以下の通り、フカヒレの生産量では日本一を誇り、牡蠣、ホタテ貝、アワビ、ウニ、ワカメ、昆布などの魚介藻類も特産である。ありがとうございます。